はい、皆さんこんにちは。人生は探検だ、みのチャンネルのみのわです。今日はですね、うちの別荘の近辺の散策、ちょっと散歩コースがあるので、皆さんに、いろんなところをご紹介したいなというふうに思います。はい、行ってみましょう。ということで、うちの別荘の近所を散歩していますが、これできたばっかりでね、ハーバーテラ、どうやらバケレンみたいな、バケーションレンタルみたいな形で、ホテルじゃない、もちろん何泊もできるし、朝ごはんもどこからか持ってくるなんていう感じのところで、これね、屋上にプールがある。入ったことないのに、なんであれか知ってた。近所ですよ、やっぱりね、うん、近所の噂はね、来るんですね。あ、これうちのと一緒だ。本当だ、これうちのと一緒のですね、はい、この景色が見れるバケレンです。ここは綺麗でしょ。綺麗ですね、はい、まるでうちのように言ってますけど、まだ散歩は続く、うん、これ逗子マリーナ。あー、ね、でさ、うん、ここにあるプールが市民プール。あ、ここはね、逗子市なの。もうこれ逗子市民プール200円ぐらいだっけ、忘れちゃった、最近行ってないから。うちがこの子供が小さい時はもう歩いてすぐだから、はい、ここで結構楽しんで、100円だ200円だで入れる市民プール、はい、そしてその上、だん、白い豪邸が見えますか。はい、なんと石原さん家です。え、石原慎太郎のお家だったのが、はい、彼今もうお年ずいぶん召しちゃって、うん、売ったという噂です。へえ、もうなんかプールとかさ、すっごいもう大豪邸なのよ。ガラス張りですもんね。ガラス張りです。今誰が持ってるのか知りません。今引き潮です。はい、ここに見える細かい岩あるでしょ、これってのは実は人工に置いた石で、日本で一番古い港です、ここ。日本で一番古いんだよ。え、ここがですか。人工の港。要するに、あの船着き場ってやつ、鎌倉市だったから、鎌倉幕府の時に、はい、ここにあのいろんな船でいろんなものを運ぶためにちょっと作ったっていう、ここに港があって、それの残骸の石なの、これ。というぐらい歴史が古いんです。さあ、そして向こうに見えるのは江ノ島。あ、すごい小さくね、見えますね、はい、で、削れてる崖が右側にあるでしょ、あれが稲村ヶ崎、はい、で、本当だったら天気が良かったら右側に富士山が見える。で、ずっと実を言うと、はい、こっち側、伊豆の半島が見えるんだけど、今日は見えません。結構、遊び場にこの辺はなってるんだけど、うん、サップ、はい、うん、乗ってるよね、あれね、はい、ウィンドサーフィンのメッカで、私もここで練習してたんだけど、うん、ああいう風に今はサップが流行ってるので、波がない時はサップ。ここはあんまり波が立たないので、サーファー来ないのかっていうと、実を言うとロングライドできる波が立つので、うん、波がある時は由比ヶ浜はあのサーファーが結構来ます、うん、面白いのは台風とか来た時の、はい、次の日の朝に、実を言うと沖合で沈んでる岩ガキ、天然の岩ガキが浜に上げられるの。大きさ的にはこのぐらいの大きさの岩ガキがゴロゴロしてる時があって、その時はチャンス。結構美味しいの、それが。それが食べたりとかね、あとアサリとか普通に取れるしね。家の近所のここは逗子マリーナ、マリーナというぐらいなので船がいっぱい見えますね。はい、これがマリーナだけです。で、ここが基本船遊びができるっていうのが最初で、うん、そしてこの近辺にマンション、はいはい、マンションがこう建ってるんです。わ、うん、で、ここを開発したのは昔は西武です。西武百貨店と西武鉄道って違うの知ってる？会社が、全然わかんないです。会社違うんですよ。はで、実を言うと異母兄弟、兄弟なんだけど、うん、そういう違いで西武って分かれてたのね。仲悪かったんだよ、結構。まあ、国土計画とか土地を、不動産をうまくこう使う会社が、西武鉄道の方でね、はい、で、そこが最初はここのリゾートを開発したのが
もうおそらく50年ぐらい前だと作ったの、はい、ごめんなさい正確には調べてません、はい、私が大学生の時40年前の大学生の時にはもうあったのでマリーナもあったしマンションもあったしで実を言うとあそこはボーリング場でしたよく私大学生にボーリングあそこでやってます、で今ここを買い取ってこうボロボロになったの実を言うと、うん、本当にもうお客さんが全然来ないぐらいバブル弾けた後ボロボロになってでリビエラという会社が買い取りました。でリビエラになってから徐々に綺麗になってってお店もできてホテルもできてっていう風に徐々に良くなってきたところがあるのでちょっとそちらを紹介したいと思います。ここは1号館マンション1号館の1階にヨットクラブがあります。そうここヨット乗る人はここからまあここから入る人はあんまり少ないんだけどね。そしてこっち側来ると開発されているところが向こう側に見えるマリブホテル、はい、マリブホテルっていうのは向こうに建物なんだけど、ここはロンハーマンっていうお店です。昔スターバックスね、スターバックスのもうやってたのよこの会社が、今売っちゃったけど、最初にやったのがアフタヌーンティーっていうお店をやったのがこの会社で、ショップがあって向こうにカフェがあるの、綺麗な。こっち側にカフェがあるんだけど、土日はいっぱい。今日平日なんだよね、こんなもん。あそこ書いてあるね。リビエラリゾート。はい。あれは船を下ろしたり上げたりするクレーン。で、本当は陸地にある船っていうのは全部このクレーンで海に落としてそれで出港していく。で、こちら側にあるのは下ろしたり上げたり必要がないので、実を言うと月額代が高い。ここは月額代が高いところで、向こう陸揚げの方は安い。で、ここの下の今見えてるところで知り合いの船が 2,3 艘あります。で休みの時とかに乗せてよって言って乗せてもらう船がこの辺に今あると。でここはね実を言うとこんなとこなのに下にカゴの中に魚の腹渡みたいなの投げ込んでカゴを下に入れとくとタコが取れます。あこのぐらいの普通のタコ入れとくとタコが結構な確率で取れるということで、じゃあちょっと向こうのホテルも行ってみましょう。ここは新しくできたマリブホテルのレストラン、マリブファームっていう名前でレストランがあって、ここはできる前は向こうの青っていうレストラン、落合さんがシェフ、イタリアの落合さんが監修して作ったんだけど、ちょっといまいち今は結婚式 の宴会場とかになってやってる。ここはまあまあ美味しいかな、マリブファームで。あそこはテイクアウト、ここも土日いっぱいもう並んじゃって平日じゃないと。あそこのレストラン、青のレストランは昔もあったの、青じゃない名前で昔からあって全然お客さんいなかったレストランなんだけど、リビエラになってからいろんな施設がこうできてきたんで、この辺は平日でもこんなに人が集まるようになりました。で先ほどボーリング場って言ってたところに、今から行ってみたいと思います。でここ前はボーリング場だったとこで、結婚式のレセプション的なものもやったりしてたんだけど、ここはあんまり人気ないので全部ショップを入れて、お店を入れてテナントで貸しをするっていう話で今募集中っていうか、もう決まったのかな。でもう先陣を切ってお店が1軒入ってるんです。そのお店が今日ご紹介するお店、じゃん、ムータマリン。もう知ってる方は知ってると思いますが、最初は海系のでやってたんだけど、今ゴルフのウェアも結構あるんで、店長がいました。今撮ってる。ムータ店長です。はい。ラウトです。何の前触れもなく今来たんで、多分店長びっくりしてると思います。はい、ます。ちょっとよかったら中見させていただいてよろしいですか。どうぞ。ちょっと行ってみましょう。ちょうどこのお店は1年なんですね。はい、でここに厨房が裏側にあって。それでその前でカフェが今年の夏はできると。カフェできたらまた来ましょうね。ありがとうございます。はい、それね、楽しみだね。ありがとうございます。
ということで、今ここのお店の中にはウェア関係で、一番最初に有名になったのが、皆さんご存知でしょうね、これ、このバッグ、ムータ、本当にね、このバッグね、素晴らしいね。バッグ、これ、あれ、エイ映画でございます。映画、映画だ、わかる、エイ、はい、エイ側の、これこういう印、これエイのね、エイ側のバッグで、こっちが、これ水着でね、これが水着があって、この辺が水に寝ても大丈夫、日焼けも嫌いな人はぜひどうぞ、うん、この辺がポシャツ、お財布、これ全部 A ですか。そうです、全部 A だ、お財布、だいたい、あ、お値段が6万円ぐらいで出てる。カフス並べたんですね、ジノアさんとお話しさせていただいてから、はい、出すようにしました。これ私がですね、このブランドとのきっかけは、このカフスっていう話をですね、店長にしたら、なんと店長が並べてくれてました。これがすごいんですよ。これ、時計の裏側、想像してください。はい。これはカフスだから、ワイシャツのここにつくわけね。そうすると、動くたびに揺れる。時計のこれ、モチーフです。という、これ実は言うと、私結構昔に買って、それでこのブランドを知ったんですけど、これ、かわいい、これ、すっごくかわいい。こんなコラボをしてできるんですね、ほら。ね、ほら、かわいいよ、ね。ポパイ。毎年、ポパイとコラボして、なんだか T シャツを出したりしたい。そうですか。ポパイも今この種類と、ポパイが釣りもゴルフもやってるみたいな。全然知らなかった。そうなんです。サンリオさんのマイメロディーともコラボして、本当だ、これクロミちゃんっていうアイテム、あ、キャラクターなんですけど、フィッシングをしている感じの。本当だ、いつよもマイメロちゃんがサーフィンをしている。かわいい、これかわいいね、かわいい、誰かに着せた。本当だね、だいたい四半期に1回は来てるんですけど、必ず新しい出会いがあってですね、いろんなものを作っていくクリエイティブの速さはすごいですね、ここのショップは。いつも本当にお世話になっててですね、ここにだいたい30分以上は必ずいるんですね。で、必ず何か自分の好きなものを買って購入して帰る。家からこんな散歩道でこういうお店があると非常にありがたい、ね、楽しい、うん、ぜひぜひ皆さんも逗子マリーナに来た際には必ずお寄りください。ということで、ムータさんの意味って何でしたっけ。変化だとか進化だとか脱皮を、意味するイタリア語源の言葉でございます。イタリア語ということらしくてですね、ここ逗子マリーナ店っていう言い方でいいんです。はい、逗子マリーナ店ももうちょうど1年なので、何かお知らせがあれば。はい、1周年を、記念して、ムータマリン逗子オリジナル、他の店舗では出ません、ターポリンバッグ、T シャツ、ポロシャツ2型、これを、7月18日から展開したいなと考えております。何バッグって言いました。ターポリンバッグ。ちょっと触れる。作りはシンプルなんですけど、こうくるくるっとこうやっていただいて、パチッとするとドボンしても、水が入ってきません。水が入らない。僕もサップやるんですけど、はいはいはい、サップの時にこれを斜め掛けして、はいはいはい、サップに乗ってドボンしても平気なバッグです、はい、これのオリジナルができると。これちなみにおいくらするの。5500円です。5500円、あ、ちょっといいかもしれない。海遊び、水遊びには最高ですね、はい、素晴らしい。で、7月もう夏18からってことは、もう夏始まったらこれがこの店には、あと1年記念のが置いてある。で、先着何名様。100個です。100個プレゼント。いや、ごめんなさい、プレゼントはないです。ご購入くださいませ。ありがとうございます。限定100個で制作して、もう売り切れごめんっていうことですね。はい、ということで、じゃあこれ楽しみに、私もじゃあこれ求めに行こうかな。ありがとうございます、はい、ということで、ぜひムータの実店、皆さんもお越しください。お待ちしております。ありがとうございます。